他にご発言もないようですから質疑は終局したものと認めますこれより討論に入りますご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います石垣範子さん立憲民主党社民会派を代表しましてただいま議題となりました種苗法の一部を改正する法律案について反対の立場で討論をいたします農林水産省は本法案の提出の背景として 我が国の有料品種が海外に流出し、農林水産業の発展に支障が生じているとの認識を示しています。そこで育成者の権利を強化する改正案を出すことで、その現状を是正しようとしています。海外流出を防止し、新品種開発を促進していくためにも、資金と労力をかけて品種開発をする育成者の権利を、適切に保護する必要性については、異論のないところです。 しかしながら、種苗という脳の根幹に関わる権利の在り方については、開発した育成者のみならず、農業者の権利、いわば種苗の生みの親と育ての親の権利のバランスがどのようであるべきか、丁寧に議論を進めていかなければならないと考えます。 そのためにも、まずもって育成者の権利を拡大する根拠となる事実や統計が、客観的に妥当なものである必要があります。しかしながら、今国会の委員会での多くの質疑を通じて明らかになったことは、農家の自家増殖という事実と、種苗の海外流出および新品種開発の開発数の減少という事実に、 明確な因果関係が確認できなかったということですそうである以上それを根拠に法改正を行い現行法で保障されている農家の権利を制限することに何の正当性もありませんまた種苗というものの知的財産権は再生産が前提の工業製品などと同等に扱うことには限界があり種苗法の築城解説にも明記されているところです種,子種苗は 長い歴史のの中でで農業者によってて受け継がれてきたものですえつまり種苗はその特質上権利が特定の誰かに属することになじむものではなく本来公共性を有するものであってえ育成者の権利は農業者の権利との兼ね合いの上に成り立つものです残念ながら世界の種苗市場は 合併買収を繰り返して誕生したグローバル企業による河川化が着々と進んでいます我が国の主要作物は射程外であると考えるのはあまりにも甘いと言わざるを得ません圧倒的な資金力でゲノム編集など最先端の技術を使いこれまでの常識では考えられないような品種を次々と生み出す巨大なグローバル企業によって気がつけば食の根幹である 米、麦、大豆などの種苗も独占されていたと、そのようなことがあっては、本当に後の祭りです、後悔しきれません。日本の農業を守るには、種子を守るための予算措置を保障する法律、種子法の適正な復活、さらに主要作物だけではなく、野菜などの在来種も含めた食料としての作物を保護し、活用していくことが必要と考えます。 これらに国が責任を持って取り組むことこそ、今、求められているのではないでしょうか。民間の知見を活用することと、民間任せにすることは違います。コストの過度な削減、競争力偏調の農業政策は、日本の農業の振興どころか衰退を招くものです。 誤った認識に基づいた安倍・農政、それを引き継いだ菅農政の衰退政策の延長線上にあると言わざるを得ない、今回の私病法の一部改正案は、立法根拠の妥当性を欠くものであることを指摘して、反対討論といたします舟山康江さん。はい、えー 国民民主党の船山野生でございます種苗法の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論します。種子や苗などの種苗は、農林水産業の基礎的な生産資材であり、多様な品種の種苗の利用によって、産地形成を促進し、農業者の利益につながるものであることは論を待ちません。そして、そのためには、古くからその地に伝わる在来品種や一般品種に加え、 新たに開発された品種、その中で登録された登録品種、双方の保護、維持が重要です。今回の法改正に賛成する理由は、第一に、海外に登録品種が流出している事実がある中、それを防止することと、流出のかんにかかわらず、育成者賢者の適正な保護によって、多様な品種を維持・確保するために必要だと考えるからです。その際 農業者が利用する際の原理とのバランスには留意する必要があります。その上で、第2に、これまでさまざまな懸念が出されてきましたが、丸1、一律にすべての種子の自家増殖が禁止になるわけではなく、登録品種だけであり、それも許諾によって可能であること、丸2、自家増殖を行っている方の多くは一般品種を利用しており、影響は ほぼないこと、丸3、実際に栽培されている登録品種を面積ベースで見ると、そのほとんどが公的開発品種であり、自家増殖を行うにしても、その際の許諾量が公害になるとは考えにくいこと、丸4、民間開発の登録品種で、これまで何らの許諾条件なしで、自家増殖が行われている事例はほとんど考えられないこと、等から、 一定のの懸念不安は払拭でできるるものと考えるからであります、えー、一方で、その大,大前提は、公的機関がこれからも新品種開発・育成を担い続けることと、在来品種がしっかり保全されることであり、民間への知見の提供を促す農業競争力強化支援法8条4号や、平成29年の事務次官通達は廃止するか、適切な表現に改めるべきであります。加えて 公的機関による品新品種の育成と在来品種の保全を支援するために財政措置等によって国が支援することが必要であり法制化が必須であると考えますこの2点をしっかり検討し実現することが未だ残る多くの懸念を払拭することにつながることから引き続き議論をすることを提起し賛成討論といたします神智子さん はいえー、私は日本共産党を代表して、種苗法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。反対する第1の理由は、自家採取を認めた第21条の2項と3項を廃止し、育成者と農業者の利益のバランスを崩し、国の役割を放棄するものだからです。1998年、ユポフ9 1年条約に沿って種苗法を改正したときに、 農林水産省は、種苗の育成する側と、使う農業者の側の一種の調和点だと答弁していました。2009年に農林水産省生産局、知財課が編集した築城解説、種苗法では、91年、湯布布条約は、育成者と農業者の利益の調和を図り、育種活動の自由、えー、自家増殖の例外を容認する等、農業の実態に過したものである。 普遍的なな制度ととってていいると解説していま,すまた、農林水産省は、海外流出を防ぐには、海外において品種登録を行うことが唯一の対策だと言ってきました。従来の見解にも反します。生産者の自家増殖の事実上の禁止は、成長戦略、輸出戦略を進めるためです。農林水産省の知財課長は、検証、評価、企画委員会、産業、財産権、 分野会合で、自家増殖が認められている分野で、民間の参入が阻害されていると言っています。ここに本当の狙いがあるのです。改正案には、育成者権の乱用を防止する規定はありません。育成者権のみが強化され、脂病会社の力が強くなれば、企業による脂病の支配が強まることになります。日本の育,育種力の発展は、育成者と生産者と試験場の共調です。 種苗ののののの生み親親はは、試験上、育ててが生産者だと言われています。自家採取の事実上の禁止は農業者を種苗の単なる利用者、消費者にするもので農業の多様性も生産者の創造性も奪うことになりかねません。反対する第二の理由は生産者の負担を増やすものだからです。農林水産省の自家増殖に関するアンケートでは3割もの生産者が 種苗購入費を削減するためと答えています。新たに許諾料の支払いが求められれば、生産者の負担が増えるのは明らかです。種苗代は都道府県が開発した種苗より、国の農研機構が10倍から20倍、民間では100倍もの高額なものもあります。農研機構が高額な許諾料を取ることは通常ないといいますが、独法化以来、許諾料を上げているのです。説明責任は果たされておりません。 国際社会は、食料、農業、植物、遺伝資源条約をはじめ、種の権利、農民の権利を求める動きが広がっています。改正案はこの流れに逆行するものです。種苗法改正案の廃案を求めて反対討論としまますすす他ににご意見ももないよようですから討論は終局したものと認めますこれりり採決に入ります。 種苗法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手をお願いいたします。多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、田辺さんから発言を求められておりますので、